おすましそうだ。え？歌詞覚えてるんです。これおすまし様じゃなくてお代理様です。やべえ。この男だよ。男だよ。今日さ、ひな祭りのご飯食べちゃう？ひな祭りパーティー。いいよ、じゃあひな祭りパーティーするぞ。おお、じゃあ着替えました。回りすぎ。あれ、お腹空いてんの？やー、着替えました。お腹空いたでくるくる回るんだ。はい、じゃあ座ってください。はい、頑張れ頑張れ頑張れ。明かりをつけましょう、ボンボリリ。お花をあげましょう、ボボの花。ボリルマヨシの上太鼓。今日は楽しいひな祭り。おだりさばとすかしさば、おだりさばとすかしさば。ふたりなんてすばし顔。はい、はい、今日もママ頑張りました。やったー。どう？かわいい。やばい、なんか瞬殺されるようかな。見た目だけで作ったらなんか思ったより少なくなっちゃったんだよね。わかる？何か、おだり様とすばし様。おひや様。はい、じゃあお姉ちゃんお願いします。せーの、いただきます。あ、大きくすぎてごめん。あ、やった、言いました。結局手で食べる。一回、おいしい。いいね。あ、あ、今がおかわりもある？早えな。まあ一応用意してあるかな。空っぽになったら出して。あ、いや、あ、ちょっと一口、一口。このサイズは一口サイズだよね。か見て、お花きゅうり。どうやってやったの？ママ、うん、上手？包丁でね、ギザギザに切ったの。そうなの？そう、上手。やばいよ、もう、え？ん？だから一口でいったら6回で終わっちゃうもん。3分ぐらいで終わってる。ここまでとは。なんですか？あのね、ワンコそばみたいな感じでやんないですね。何？わかんない。マン食べ終わったらね、待ってて。もう大丈夫だよ。どう、美味しい？お肉。いや、ローストビーフまで売ってた。お、うん、そう、もう覚えたね。よくわかったね。そう、この間好評だったから。なんか、じゃあゲンマ笑わせてみて。後ろ向いちゃった、ゲンマ。うん、上品に食べるようになってきたね。うん、そうそう、マオみたいにやって食べるんだよ、レンカ。なんか卵が美味しい。卵美味しい。いいね、味わってくれてるね、マオ。なんか味わうの忘れたね。早く食べて、あと1個。せかされちゃったね。ちょっとマジで性格悪いぞ、それは。じゃあママはね、味わって食べられるようになったんだよね。どれが一番美味しかった？え、今の。おひな様、うん、おひな様と少し様。全然覚えなかった。お代理様。ごめん、お代理様。少し様って、もはやなんでもないじゃん。食べ終わりました。おかわり、おかわり。はい、まあとりあえずこれかな。そうそう、やったー。ごめんね、あの、やっぱり思ったこと。やばい。はい、じゃあお肉おかわり。あ、ママが分けようかな。大丈夫、ママ大丈夫。分かった分かった。じゃあ最後だけ分けようか。違う、最後の1個がね、ダメだ。好きなの食べていいよ。これハムでしょ？そう。ちょ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 、1枚ずつ食べた方がいいんじゃない？これパパとママの、ね、パパとママのね。おーい、食べ過ぎだよ、一気に。うま？おいしい？おー、自分で食べてみる。あら、貴重ですね。残
このお肉だとどれが一番好き？え？どれが何だと思う？これがサーモで、うん、これがローストビーフで、うん、これがハブ。すごいね、まあ、もうだいぶ分かったきたね。これ何かの？うん、食べな、いいよ。これ何かの？一緒に食べるな。そう、順番。順番。そう、ね、順番っていうことが分かるよね。順番。ユーマが座る？うん。なんだ？なんかな？ハム大人気。ハム大人気だな。ほら。だよ、いいよ。こっちの分けてあげるから。ほら。さっきレイカが全部さ、ありがとう。最速の仕方だ。じゃあ残りのこれも半分ずつ食べてみて、うん、仲良く。わあ、うん、ちょっともぐもぐしっかりしてください。メンカーしっかり、マオンも、うん、なんかもじゃあ残りレンカのね、ローストビーフ。分かった、うん、なんかもなんなんなんじゃない？なんかの半分ずつ。なんかのだけのじゃない？じゃあマオそれで最後。マオの方が箸上手だから食べない。うん。じゃあこれ一個ずつにして。一個ずつ。一個ずつ。我々の、うん、もうじゃあお皿に乗せます。はい、はい、はい、うん、声そっくりだ、うん、食べたいな、食べたいな、食べたいな。これは本当仲良い。まだトマトがいい、トマトも、トマトも、トマトも、いいよ、いいよ。ちょっと大きいけど食べられる。食べられる。マウンも食べられる。なんかも食べたいな。マウンも食べたいな。食べたい。はい、どうぞ。はい、これ食べたらおしまい。わかりましたか？はい、おやつの可愛いの。ああ、おやつ。おやつまでは考えてなかったな。考えてたね。うん。買いやすいですね。忘れてたの。用意したくね。確かに休日これだけじゃかわいそう。そうだね。今日お買い物行くでしょ。じゃあ食べ終わってレンカがお昼寝終わったらお出かけしようか。お昼寝してあれに考えておく。だからそれ食べたらごちそうさまできる。うん、エマどうした？はい、君相変わらずだね。ちょっといつも違う見た目にビビってんじゃない？そういうとこあるからこれパパとママの大人のとりあえずごっくんしようか。口に入れすぎリスみたいな、うん、急いで食べ過ぎなんだよ。もうおかわりあなたじゃあ牛乳飲む？おかわり。これパパとママの、パパとママのおかわり、牛乳、おかわり。あと1枚だけね、うん、そしたら牛乳飲んでおしまいしよう。実はいつでも湯を取って遊べるし。わ、行くわ。こらこら。それじゃあからっぽだからお箸持ってたね。パンを牛乳飲む？うん、じゃない。うん、変な食べ方しないで。だってカモの顔が大好き。なんかありゃーって。歯にカモが挟まる。なんか取れる？なんかありゃーって、うん、カモだと思う。ごちそうさまでした。ちょっとレンカ待ってあげてよ。ごめん、ちょっと、うん、もう一回。はい、レンカは？え、牛乳？うん、ほら今マオ待ってくれてるからちゃんと飲むんだよ。はーい、怒った。
怒ってる。怒ってるよ。なんて言ったよ。怒いよ。さっきはさ、もう一回待ってたよ。ママ、あとでママのお手紙書いてる。ありがとう。そう、急いで。ママのために書くよ。パパ見て。ちゃんと座って。パパ見て。はい。うわ、すごいカモが挟まってる。あ、すっきりした。あーじゃないよ。はい、どうぞ。何味わってんの。ママ待ってくれてるよ。あった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 はい、じゃあ2人とも食べ終わったら、せーの、ごちそうさまでした。はい、美味しかった。はい、じゃあ、レンカ、パパとお昼寝。はい、ママは好きに遊んで。はい、エンマはお昼ご飯居残りです。居残りご飯です。はい、ゲームしっかり食べてね。しっかり一緒になんかごちそうさましてたけど。おやすみ。はい、寝ましょう。ゲーム頑張って食べてね。何でも来ない。まだ俺引きずってんな。